こんにちは、タケです。タケの人一応です。仕事の実践力や自己スキルアップのための人一応です。今日は2016年の、4月の10日の日曜日ですね。今日の新聞見とったんですけど、ロケット打ち上げの第一打ち上げのロケットが着地、着地できるらしいんですよ。でこれ何かというとね、結構ロケットた宇宙にロケットとか飛ばすときに無人探査機と飛ばすときあるじゃないですか。あの時って、スペースシャトルもそうなんですけど、何段階に分かれてロケットを発射するんですね。1段階、2段階、3段階、僕前なんかスペースシャトルの場合は3段階だったかな、あって、いやそうしないと、要は1個 の, あのタンクだけやったら使えないんですよ。じゃあエネルギーが足りないんで何段階に分けるんですね。でその第一ロケット の落としたやつが着地したって話なんですね。一応なんか陸上では成功してるんですけど、無人の船にこういう感じですね。これ上からですね、上から徐々にこう着地してくるっていう形なんですね。サンダーバードみたいな感じですよね。サンダーバードサンダーバード1号やったっけな、何号やったっけ、あれ1号やったと思うんですけど、ちょっと感じやったらごめんなさい。こういう感じを 着地するんですよ。ってことはこれなんで着地した方がいいかというと、要は今まで使い捨てやったんで、これっていうのはほんまにゴミになるし再利用できなかったんですね。でこれすることによってね、ここに書いてるんですけど、これまでの打ち上げの利用するロケットは使い捨てで、莫大なコストにつながっていった、機体の再利用への道が広げたってことなんで、要はコストがだいぶかかりにくいんですよね。もうこれ聞いた時、これ1個だけでも何十億とかちゃいましたかね、多分ちょっと覚えてないですけど、すごいコストがかかったのが、要はもう着地するようにできたんで、この分のコストはかからないってことじゃないですか。再利用できるんで、これねできたらね、より宇宙への打ち上げに関するあれが回数も増えてくるやろうしね、すごい楽しみになってますよね。もう結構宇宙とか大好きなんで、宇宙と化石は大好きなんでいやこれはなかなか僕にちょっと気になった点ですね。以上です。そしたら、竹の一人条例ですが、昨日はツイッター戦略の実践しかできなかったですね。今日は、リストールの改善とツイッター戦略の実践、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善で出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。